べセーソンガスが使ってまいりますポケモンはこちら、ビエラと世界大会2015年優勝を飾った男クレセリアを使った対戦動画となっております。このポケモンね、まさかのこのように種族地の弱体化を受けるというね、まあちょっと珍しめの調整を施されてしまったポケモンなわけなんですけれども、まあここまでね本当にポケモンの長い歴史を考えても、まあ、活躍めちゃくちゃしてきたポケモンですので、まあ公式もね、まあある程度恐れているんだなと思いました。はい、まあ今回ね、まあ弱体化されて秘宝だと思われたクレセリアなんですけれども、なんとね見てください、こちらのね素晴らしい能力を得ました。それがそうです、見たことがない技があるでしょう。そうです、三日月の祈りという技なんです。三日月に祈りを捧げて自分と場にいる味方の HP と状態を回復するということで、自分も味方もね HP を最大 HP 分の4分の1分回復させつつ状態維持も回復させるということでですね、これは命のね雫みたいなね技がありましたけれども、あれのねさらに状態異常もなくす版という形になっております。剣盾の頃はね、まあ、命の雫そんな強い技じゃなかったんですけれども、理由としましてやっぱね回復させたい味方のポケモンってダイマックスポケモンみたいなエースポケモンをね回復させたいっていう風になってたと思うんですけれども、ダイマックスのね使用上8分の1しか回復できなかったんですよね。はい、ですが、まあ、今回ねダイマックスルールじゃなくなったということで、まあ、エースポケモンはなんかテラスタルして暴れるポケモンみたいな感じでもありますから、回復した時ねしっかりちゃんと HP4 分の1回復するんで、はい、まあ、言ってること当たり前なんですけど HP ちゃんと4分の1回復するんで、まあ、強いと。さらにね眠りとか火傷とかもう何もかも回復できるっていうのはもうただならぬ追加効果であるということでですね、まあ、様々な害悪戦術モロバレルなどに対してもねめちゃくちゃ強い、ポケモンとなったわけなんです。しかもねこの10万ボルトこれもともと覚えなかったんですね。チャージビームとかしかね電気技覚えなかったんですけど10万ボルトも習得、さらにパワージェムなどのね、まあ、今後ガオガエンが来た時に打点となるような技も習得していたりだとか、クレセリア地味にね強化されまくっているポケモンとなっているわけなんです。配分はね、まあ、HBD みたいな感じで、まあ、今回特攻には全然振っていない形となっております。テラスタイプに関してはね毒と、なっておりまして、まあ、話題でね YouTuber が使うべきなのは電気かもしれません。なぜならクレセリアが電気で浮遊で弱点なしみたいなのね YouTuber としてはやるべきなんですけれども、僕としてはねマジレスをいたしまして毒を選びました。というのもですね、まあ、やっぱ毒っていうのはフェアリーを半減できたりだとか、まあ、他にもねいろんな弱点が、まあ、割ときつくない、まあ、優秀なタイプだったわけなんですけれども、さらにね浮遊で毒のね地面弱点を無効化することができて、まあ、めちゃくちゃ強い、コンビネーションがね測れるわけなんです。まあ、YouTuber 電気テラスタルと比べてもねかなり強いテラスタルだなと思っているので、まあ、今回ね採用しておりますと。まあフェアリーテラスタルでね、まあ、ムーンホースを、はい、タイプ 1A 打つとか、まあ、10万ボルト採用してればね電気テラスタルもネタとは思いません。はい、てかなんなら全然、まあ、普通にネタというよりは瞑想電気テラスタルは普通に強いかもしれません。はい、まあ、なんか YouTuber テラスタルとね、まあ、バカにしたもののですよ、まあ、強いかもしれませんということはね、皆さんも片隅に覚えておきましょう。ということでですね、今回このクレセリアをねどれだけ活躍できるかにかかっているわけなんですけれども、トリックルームのねもう安定プラスモロバレルに対してもね防塵ゴーグルで無効化しながら味方が眠っても回復させれるということでね、究極のトリル指導役と、なったクレセリアの活躍ぜひ見ていってください。すべせーナイトドンカラギ選手の方はコウスケさんです。よろしくお願いします。ということでめちゃくちゃ強そうな感じですけど、ドータブリザポス、じゃ壁トリルブリザポス倒せるわけなくない？いやでも倒せるわけなくないよ、乗り越えてこそのねビエラ選手みたいなところもありますから。はい、まあ、多くのパターンで、まあ、カイナークレセみたいな出し方してますけれども、いやしてはいるんですけどもね。いやでも今回に関してはドラン先発でゴリゴリにいっちゃってよくないみたいなところない？クレセドラン先発よくない？まあいっか、これでいきますか。でランドロス来たら、まあなんか吐きながら、テラスタルするか、ドランいきなり、もうなんかもう高圧的、ノーガード戦法でいきます過去テラスタルありで、ガチグマ、いや待てよ待てよ待てよ、本当に結局なんだ、ブリザポスを突破するにはどうすればいいんだ、どうすればいいんだ。まあカイナは一応出すか。うん、鉄壁ブリザポスとかだるくない？いやー、まもういい、関係ない、これでいきます。ちょっともしかしたらなんか鉄壁
のなんかブリザボスってこのルール対策してないと突破できないのかもしれません。もしかすると、もしかしたらだけどね、うん、かなりブリザボス好きそうな感じですね。かなり研究しているっていうところもあるでしょうか。はい、さあからのドータ君とキノポ来ました。キノポ僕にとってのカモ、もう今日に関してはもうねカモとさせてください。もう完全たるね、うん、なんならこいつ生きててほしいまであるか、キノポには。うん、いやこれ熱風プラス熱風だけじゃ絶対倒せないんで、もう熱風10万いきます。はい、もうなんならもうバレルは生かします。もう買い殺した。うん、こいつはもうカモる。過去一カモれるかもしれんね。モロバレルをカモるっていう概念はね、今までそんなに通用しなかった気がしますけれども、今回だけはもうやらせていただきます。一応威力かっすい、かっすい威力でドータ君に外す。バカだれが。さあからのキノコの星、さあ防塵ゴーグルで無効化していけ。無効化していけ。さあトリックルーム貼られるもののですよ。はい、いやもう読めました、完全に。皆さんもう読めました。これドランにキノコの星です。はい、そうなんですよね。もうこれでいいです。もうこれが答え、この世界の答えを皆さんにお見せしてあげましょう。モロバレルっていうポケモンがね、もうこの環境いかにオワコンなのかをね。いやでもオワコンはオワコンでちょっと寂しいけどね。なんかね、クレセドランバレルといえばね、僕の世界優勝パーティーのね、まあ全てのもう全てですから。はい、さあヒードランが眠ってしまいましたが、さあドータ君鉄壁。まあヒードラン眠らせながらね、悠々自適になんか積んでいこうっていう魂胆でしょうが、ヒードランぐぐ眠っていますよ。やばい、クレセリアとヒードランの素早さ関係が秘宝すぎて、やばい、三日月の祈りがちょっと遅い。ちょっとやばい、ちょ全然やばいよこれ普通に。皆さんちょっと助けてください。起きたけどまずい。ガバガバすぎる。ちょ待って、クレセから、おいふざけんなよ、クレセから三日月の祈りしろよお前。でも確かに、まあドラン確かにムブリー97だよ、そういえば。あらあらあら、まあこういうこともあるのね。うん、まあこういうこともあるってことで、でも相手をこれでちょっと油断させていく。うん、あ、皆さん、まあこれわざとです。これね、はい、これパフォーマンスです。はい、実はいや、これ身代わりだったわ完全に。いや身代わりとか関係ないわ、結局あれだからね。いや草テラスで切るかこれちょっと。いや待てよ、本当に大丈夫か、こんなバカみたいなところで草テラスして大丈夫か。それに関しては本当にはなはな疑問だわこれは、さすがに。いやこれはまずいのか。トリックルーム返しながら、いやもういきます。全然カモじゃない。全然カモじゃない。いやもうマジで皆さんね、クレセリアとドランの素早さ関係意識してみてください。おお、クレセリア遅くしてくださいね。はい、さあテラスタリいきます。さあこれね、熱風効果抜群そうな見た目してるんですけれどもね、実はこれ全然抜群じゃないですね。これガラルフリーザ、一回なんかインタラス大会参加した時になんか参加賞みたいな感じでもらえたやつですよね。割と公式大会でね、色違いのこの純伝説をね、配布したりするっていうのが、まあ、あるあるですから。さあ熱風悪くない、悪くなさすぎて。さあトリックルーム返していき、いやでもこれね、まずいことが起こってる可能性もありますね。というのもですよ、これフリーザーが一応エアスラッシュとか覚えちゃうんですよね、エスパー飛行だから。それはまずいですよね。そんなことあっていいわけないですよね。ギリ10万で倒せるから10万いく、いやギリ10万いって、エアスラに関してはもうこの、まあ、ガチグマなりなんなりでちょっと適当に受けていきますか。うん、これで受けていきます。はい、まあ、なんかブリザポスの、まあ、鉄壁で突破できなくなった時のために特殊アタッカーとしてね、一応ドランいたら嬉しいかもしれないんで、うん、まあ水テラスとかされたらね、もう無理なんですけど、うん、氷のままなら突破できるんで、はい、まあ、一応引きながら、ミスミス死ぬこともないということで、カイナに引きながら、10万。1ターン目のね、10万のダメージ、皆さん覚えてますか？かっすいダメージでしたけれども、このドータ君の HP もね、まあ同様にほぼほぼ、かっすい残り HP しかないんで、まあギリいけるんじゃないかなと思っ、ぐいてー、これやばいわさすがに。あー、エアスラどころじゃない、もう犯罪級の技をね素で打ってきましたけど、まあドータ君いるんで重力の可能性はまあなくはないか。トリルプレス鉄壁重力か
可能性全然ありますか。これ守るがガチでえぐくて、これのせいでね、この10万で倒せなくなったっぽいんですよ。いやこれ多分倒せないね。うん、こんな赤の HP 削りきれないのかっていう話なんですけど、まあ、正直削りきれないと解釈してます。はい、ってことなんですが、いやでもこれドーレインパッチで倒せる、これ鉄壁積んでるよ、これいける、なんかいけなそうな雰囲気もなんかなきにしもあらずあるな。いやもういきます、両方、あどれ、ドレインとジバ、これでいきます。フリーザ引っ込んだ、フリーザ引っ込んで、クロセシン、クロセシン来ました。あー危ないね、これ本当にビーダさんのこの圧倒的なプレイング出ましたね。この威嚇で雷パンチ絶対倒せなくなってたんで、はい来ました、10万で倒せないっていうこのダメージ感覚、食べ残し込みの感じでね、食べ残しなかったら倒せる感じだったんで、はい、いや本当にダメージ感覚キングが凄まじいことになっているかなというところです。はい、まあダメージ感覚キングで思いましたけど、久しぶりにワンオークロックのね完全感覚ドリーマー聞いたらね、やっぱり名曲だなって思ったんで、まあ皆さんもねこの動画見た後に、はい、この動画を見終わった後に、はい、うん、この対戦終わってね、あの即見るんじゃなくて2戦目のね試合も見た後にぜひね完全感覚ドリーマー見ていただければなというふうに思うんですけれども、さあランドロスとフリーザーのこの盤面で残りがモロバレル、うん、モロバレルもね、うん、今度こそモロバレルかもですというところで、これトリックルームあります。はい、これ勇気のトリックルームだ、うん、で相手自信とか押す、いやーまあ自信とか押してみる、いやどうだろうか、これドラーへの交代とかも考慮して暴風とかも打たれる、まあ、いいかガチグマいれば勝てるでしょね、ガチグマですよこのゲームっていうのは、ガチガチ。さあ雷パンチ、さあテーラースタライザー、これなんだ、どっちだ、フリーザーか、フリーザー自信打たない、エスパー来たよ、エスパー来たね、このフリーザーのなんか専用技なんかさ、凍てつく視線みたいなやつでさ、エースパー技なのになんか、そうそうそう、なんか氷の追加効果があるんですよ。さあ、え？カイナに撃つ？カイナに撃つ？いや、死なないよ、そんな。えぐいって、え、あ、そっかそっか。エスパーは抜群だ、そういえば。冷静にかけて、エスパー抜群だったわ。あんまり意識しなかったけど。飛行抜群なのはともかくとして。はい。で、このね、集中攻撃を耐え切る、この鉄の階段の、強さにちょっと逆に驚いたっしょ、みんな多分、うん、俺も驚いた実際。さあトリックルーム貼っていきます。まあこれもね、またこのキノコの方針の順番が素早さ的にねかなり気まずいことになってますよっていう話になってくるんですけれども、エスパーテラスタルが地味に強くて雷パンチも等倍になった上に、なんか冷凍パンチとかも、いや冷凍ビーム10万ボルトも全然ダメな感じになっちゃってるから、ちょっとダメな感じっぽいですね。うん、そっか、相手つくし戦争、カイナに抜群か、当たり前なんだけどね。うん、いや、分かってたけどね、普通に。うん、分かってない、振りしただけみたいなところもあるけど、からの、カイナに眠りごな、暴風、いやでも普通になんか何に交代してもエスパー技結構一貫してて、嫌だからもうここはカイナ君を、うん、諦めます。もう俺はカイナを諦める。さよなら、今までありがとう。からの、フリーザー2回で倒せればいいんですけど、さっきの方の星。まあ悪くないですね。今度はいつでも三日月の祈りで回復できますからね。はい。さあ、カイナグーグーと眠っています。まあ、ここ倒せないのが気まずいな。これ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 。はい、急所当てていく。あんま変わんなさそうだな。催眠術。やっぱり相手、なんか重力ありそうで草。重力張らせなかったビールさんのプレイングがやばすぎると話題に。さあ、暴風、凍てつく視線、催眠、守る。まあ、そんな感じかな。で、モロバレル、あー、これまずいわ。皆さん、これまずいです。本当にこれまずいです。これまずいです。花粉団子でこれフリーザー回復されるわ。これまずいです。いやー、まずいです。祈っとく？意味もなく祈っとくか。いや、ここで最速を期したらね、余裕なんだけど、余裕ではないわ、結局。結局、最速を期してもどうせ倒せないっていうね、このバケモンみたいなことが起こってしまってるんですけれども、うわー、まずいな、ここってか、ここ、三日月の祈りもなんか悪手まであるな、もはや。うん、次、なんか、キノコの結局上から撃たれるだけみたいなところも、まあ、なきにしもあらず。貝の目覚まして、うん、いや、違う、なんか、うん、うん、関係ないわ。うん、全然関係ないね。うん、なんも嬉しくない。うん。
完全勘違いしました。で、凍てつく視線で倒されると、本当に何もいいことないね、人生っていうのは。もう本当に何もいいことがない。まあでもカイナをね倒してくれるならくれるで、こっからはねドランで暴れていくことが、まあ、可能にはなったり、ガチグマで暴れることも、まあ、可能になったり、うん、そういういいことしかこの先ないから、マジないからね、うん。いやでもドランだとあれだからな、まあ、ガチグマ行くか、ガチグマ一回守らないとな、火炎玉ないから、いやめんどくせー。冷凍ビームでこっちを削ります。もう元から立つ、花粉団子の元から立つ。なんかこの試合なんかプレイングなんか微妙だぞ、なんか僕もしかしてなんか微妙なプレイングしてない、なんか、うん、もう一回トリクルも張るけどね普通に、うん、クレセがねこんだけ刺さっててね負けるわけにはいかないから、暴風とか凍てつく視線とかね、もうクレセリアに対してはもうカスみたいなダメージなんでね、うん、花粉団子もカスみたいなダメージだし、もうクレセリア無敵だから、キノコの星も食らわないって、この状況で負けるとか本当にありえないから、さすがにもう許せない、絶対勝つ。ガチグマもねこれもう自信やってるだけでも相手のバレルもね、あのフリーザも倒すことができるっていう風に思ってるんで、まあ、ランドルスのね、あの威嚇はだるいですけど、冷凍ビームあるんでね、クレセリア、はい、最強ですよ。クレセもガチグマもキノコの奉仕を無効化してランドルス来ても、まずい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 、いや防塵ゴーグルでキノコの奉仕対策してるけど催眠術は別に対策してないんだよな、残念ながら、残念すぎることに。いやこれねマジどうしようか。でもフリーザーがなんかする、フリーザーがなんかする、いやーこれバレるね、再生力もあるから絶対これあれだよ、うん、ここあれだからマジで、ここ絶対これあれだから、バレルがランドに引いてくると思う、ビエラさんの読みによると。うん、で相手は地震とかを警戒してって話になってきて、ここでフリーザー動かない可能性も結構あるんですけど、威嚇入れても正直から元気でなんか相手死にそうな気がするから、うん、ちょ、まずいまずいまずい、読み負け、これ読み負けの類、これこれまずいね、これ読み負けの類、これさあから元気、キノポを倒すことに成功はしましたが、いやまずいぞ本当に、グダグダだぞ本当に、展開グダってるぞマジで。からの凍てつく視線、まあガチグマかな、予想4割テラスタル込みでも予想4割、やばい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 。さあトリックルームが終わってしまいました。いやなんかモロバレルかもとか言いながら結局全然かもれてないの、マジでモロバレルの強さ感じたわ、うん、結局ねやっぱり強い、俺と世界優勝しただけはあるわ。当時は花粉団子とかいうね壊れ技別にね与えられてなかったにもかかわらずね、はい、いやこの段クレセ起きねえかな、起きなかったらやばいな、起きなかったらやばくないこれ、うん、まだ大丈夫か、ドランクレスだけでいける、いやいけるならいいんだけどね、いけるなら何も問題ないけどね。いやーまずいな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 まずいよ、まずいです、暴風もうやばい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 、いや意外と入る、うわやばい、精神崩壊しそう、トンボ返り、やばい、ガチグマの守り読まれてる、そんなことあっていいんか、目覚ましいか、しかしながら混乱、やばいやばい、さあトリックルームを成功させていったのはこの男。いやとはいえ次の冷凍ビームも決めてもらわないと相当まずいことにはなってるんですよねっていうか、なぜか、いやなぜかわかんないよ、フリーザーが HP 満タンになってんすよね、 なんでかわかんないけど、うん、まずい、これまずいわ、レートビーム、一旦レートビームで、いやー空元気確定じゃん結局、どっちに何打つにしても空元気確定で、いやーどうしたもんか、あートンボ返り、トンボ返りでドラン抜群取られる、あれこだわってるみたいなとこない、まあまあ空元気、いやもうランドロスから射止める、うわーまずい超絶叫まずいまずいまずすぎる、非常にまずい、動け、あー動くけど
まずい。耐えろガチクマ。あー、凍てつく視線、暴風、催眠術、トリックルーム。ガチ聞いたことない、ガチ聞いたことない、ガチ聞いたことないっす。いや結構ガチ聞いたことないっす状態で、まさかのトリックルームの PP がね、なんかなくなりそうっていうわけわからん状態になってて、嘘ぶ、でもトンボ返りだけでも倒れないし、暴風だけでも倒れないっていう絶妙な耐久してるから。でも相手こう集中しどくじゃない、ガチで相当集中しどく状態になってない、これやばいわ、これ負け、負けた、これ視線、視線、視線、ガチグマ、ガチグマ OK よ、ガチグマ OK よ、ガチグマ OK。 これトリックルーム腫れちゃう、もしかして腫れちゃう型、腫れちゃう形。トンボ狩りギリ耐えるよ、耐える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 、はい、耐える。 1!1!急所、急所、急所なん。でも1さあ、トリックルームを返していって、いやもうこっからもうマジで負けるわけにはいかないよ皆さん。もうこっからは本当に男の戦いよ。ここランドが守ってトリックルームするか、ランド守らず動いてくるかのね、相当な卓になってはいるよ実際のところ。うん、いやートリックルーム返し読み、トリックルーム守る、トリルで相手勝ちじゃない。てかうちのクレセリ 100% 舐められてんじゃん、これもう100億パー舐められてんのね、これ。うん、技全部見してるもん、相手がちゃんと技覚えてたらこれ絶対舐めてくるから、これ守る、トリル 100% 決まるじゃんと思ってんですよね、これ。トリルに対してトリル押すわ、もうこれしかないで、フリーザー削ってマジ分からせる、本当に分からせる、これで。え、ランドロス動いてる、なんで、嘘、なんで、なんでランドロス動いて、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 な、なんだ。え、これレートビーム打ってたらなんか全然勝てない、これ。あれ、え、あ、そういう時もあるか。あ、そういう時もあるんですよね。うん、勝ったばっかり動画、勝った動画ばっかりあげんなって言われる可能性もありますからね。うん、まあたまにはこういうのもいいよねっていうところで、はい。まあでも完全感覚ドリーマー行かないでください、ちょっと思い出した、なんか試合が長すぎて忘れてたけど、これ完全感覚ドリーマーの話した話やろ、話した動画やろこれな。完全感覚ドリーマーを見に行かずに、次の試合もねぜひ見に行ってくださいっていうところでね、はい。ちょっと今回ちょっとプレイングがちょっとね、まあ、ちょっとって感じだったんで、はい。まあお世辞にもね、うん、まあちょっとみたいなところもあったんで、まあたまには、うん、まあ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 、まあコウスケなかなかやるやんということでね、はい。大変ありがとうございました。次の試合もぜひ見ていってください。はい、どうも、今回の犠牲者の方はラスプベリーさんです、よろしくお願いいたします。はい、なかなかまあ構築としてはもう似すぎてておもろいんですが、とはいえね、こっちのもうクレセリアがね、防塵ゴーグルでもうもろバレル対策めちゃくちゃしているんで、これを負けるわけにはもういきませんよというようなもんですよ、こんなもんはね。はい、ガチグマ行っちゃってもいいかもな。いや、ちょっとウーラオスがだるいか。ウーラオスマジでどんだけ、んー、もうやりたい放題だ、ウーラオス。こいつ、鉄のカイナ、鉄のカイナ、無難か。これ全てに対して無難か。いやー、まあガチグマがきついって話か。ガチグマ、もうガチグマ初手からテラスタル行く、なんかそれもなんかありだな。それもまたありなレベルだわ。これなんかガチグマでなんか全員なんかボコゼルキーまでしてきたわ、普通に。うん。さあ、クレセガチグマからの、からの、なんだろうな、ドラン、あ、ドラン、神。なんか神が俺呼んでるな。神一応出すか。神、ドラン。これどう？これどうすか？これ僕と同じ選出にたどり着いた人どれぐらいいる？挙手。うん、いないね。うん、なんか微妙そうだもんね。なんか、パッと見微妙そうだもんね。本当にこれで大丈夫なのかっていうところもあるかと思いますが、まあ、その、あれはね、しっかりと戦いのプレイングで示していければなというふうに思っております。さあ、ウーロス、水の、やつとモロバレル。OK。これはね、計画通り、完全たる、
計画通り。10万ボルト、10万地震でウーラオスも一撃で破壊するわ、うん、でここのターンで、ね、相手はもうガチグマが火炎玉発動する前に眠らしてやろうというふうに思ってると思うんですけれども、トリックルームをそう張らずに寝て、次のターン三日月の祈りで起こしながら地震していく、ことが可能なわけですね。もう勝ちです。水流連打、はい勝ちです。水流連打勝ちでよろしくお願いします。いやただこれ問題はウーラオスをなんか地震10万でなんか倒せない気もしてきたっていうところがかなりの問題点にはなってるの。隠された問題点なのこれは。さあ10万ボルト、うん怪しいなこれ。こいつなんか防御クソ硬いんだよ。これまずいなこれは。まいっか。オーケーガチグマが強いという形になったわ結果でして。結果的にね。はい、もうシンゴグルオッケー。はい、オッケー。さあ、ガチグマは火炎玉で火傷負いました。これでね、火力が 1.5 倍になりまして、さっき打った地震の 1.5 倍のダメージに入るっていう形になるわけなんですね。はい。つまり最強ということです。さあ、相手は、まあ、ラブトロスとかなんかドランとかね、まあ、いるかなっていうふうに思いますけれども、クレセレとかもね、もう全部余裕だから。これ。もうマジ余裕だからね。ここからもうなんか、回復させまくって、ガチグマを。これで終わらせるわ。うん。トリックルームで張っちゃおうかな。なんか、もはや。さあ、ウルサルナ来ました。相手も相手で結構トリックルームパーティーっぽいからコータスもいるしね。こっちの方が早い可能性は全然あるかなという、領域でございます。はい。いやー、とはいえな、ガチグマな悩むな、これな。なんか、いやでも相手ここさガチグマさ火炎玉とかの都合上でさ割と守らん、ここなんか守らない、なんかね今の秘宝としてはね三日月の祈りで回復させようとすると、はい、なぜか火力が下がるんですよガチグマの。それがちょっと嫌すぎる。それは嫌だよね。わかるよね。いやまあこれでいきますか。地震地震冷凍でいってみましょう。怒りの粉ギリね地震だと倒せなさそうな雰囲気出てたからね。さあ冷凍ビームもしっかり入れて、まあ、6割入ってたら違う4割入ってたらいいんだけどね。さっきの攻撃がさあ上から打っていく。さあ地震でガチグマどれぐらい削れるか。 OK 半分 OKOKOK これ耐えるでしょ次ね。ガチグマ、空元気、これ耐えますね、多分ね。はい、オッケー。見たか。見たか雪の電車でございます。さあ、やけどで、これ空元気で倒せそうだな。クレスリオッケー。これ非常にいいね。いや、これクレスリア、強いけど、ガチグマをね、先発で出した僕の、これプレイング勝ちみたいなところない普通に、まあ、相手が勝つにはこっからトリックルームしてくるだろうなというところはもうマジであるよな。いや一旦なんか守られる前提だけどぶちかまし三日月いきます。ああま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 あ、まあ、いやこれ悪くないね本当に。いやクレセリアの最高記念室とかも三日月の祈りのおかげで耐えることができる。さあ祈ってさあガチグマの体力が回復して火傷も治っていく。まあこれはデメリットになることも結構あるんですけれども、さあぶちかましより遅いってことはクレセリアトリックルーム張ってるということですね。ということでよろしいですね。さあクレセリアトリックルームを使った。いやーこれはですね、はい、相手は火炎玉で、ね、見てください火傷のダメージ負っていますが私は火傷になってそのターンダメージを負わないんですね。これはね、はい、最強ということで、トリックルーム返すというのもまたありか。またありな選択肢だよな。ここトリックルーム返してみるか。もうめっちゃ余裕持ってガチグマで圧力かけていくわ。相手のクレス倒すためにやっぱね、ガチグマいたら心強いんで。まあ、神もいるから大丈夫っちゃ大丈夫だけど、相手まだテラスタル切ってないんで。へへへへへ。相手のなんか瞑想クレセとかにぐだらされたら結構全然全抜きされるから、ノーマルテラスタル。ちょ、これ俺のクレセでぶっ飛ぶ？これ。これぶっ飛んじゃう選手権。やばいよ、それは。やめてくれ。ガチグマ狙え！
ガチグマ狙え。なんか相手のガチグマちっちゃくない？なんかオッケー、ガチグマ狙ってるやん。オッケーオッケーオッケー、全然オッケー全然オッケー。なんか相手のガチグマ小さく見えるな。三日月の祈り、お互い三日月の祈りを使いまくるゲームとなっている。さあ、やけどが治っていいですね。いい具合に強いですね。はい、まあ相手もこれにたどり着いてるわけですね。ダメージを受けないと。いやー、これどうしようかな。これガチグマまた相手守るわけじゃん、基本的には。これクソゲー発生する、これ。いや、これ結構クソゲー発生してるから、でもまあまあまあ一回こっちもこっちで回復してれば。いやでも、いや、このターンは、いや、うわうわわからない。レートビーム、いや、ひよるか、ひよるか、ひよります。から元気、これでいきます。どうだ。いやー、ここで相手なんかトリックルーム押すよな。オッケーこれこれ、さあ、三日月の祈りで来たか。なるほど、そっちで来たか。なるほど、それうまいね。よしよしよし。相手がトリックルーム春読みで、こっちもトリックルームするっていうね、化け物プレイングもあったんですけど、まあ、これを見るにしなくて正解だったと。オッケー、かなりのダメージ叩き出していきましたのはこの男。さあ、クマ、オッケー。まあしかしながら、このターンね、僕のガチグマが倒されてしまい、まあまた相手のガチグマがね、まあ、三日月の祈りのおかげで火傷のダメージがいい感じに受けないっていうことで、ギリ耐えられているんですけれども、まあとはいえ追い詰めた感はあるね。次のターン相手守りながらなんかした場合は、火炎玉で死亡してしまうっていうところなんで、これ神でマジカルシャインして勝ちだ。これこれどうだ、どうだ。なあ、お前がこっからどうするんだい。さあ、冷凍ビー、冷凍ビーもクレスに打ちながら、ここマジカルシャイン、いや最強だ。いや待てよ、いや冷静に考えて、ガチグマ守りながら三日月すれば全然いけるわけかじゃあレートビームでシャドウウォールだ毒性まあでもそれ以外はもう絶対ガチグマ死亡するから、逆にそれ以外できないって話でもあるから、それはそれでね、まだ全然僕の有利。さあ、シャドウボール半分入れ、硬すぎ、硬すぎだろ。オッケー、特防を下げていったのこのとこ、いいですね。いやでも追い詰めてるよ、順調に、順調だね。三日月の祈りでもさ、自分も回復するんだよね。自分回復しなくて HP 満タンのこと結構多いけど、結構バリュー高いな、やっぱ強いなこの技ね。で、火炎玉のダメージも受けないですと。せこいね。もうまるで反則かのようだ。冷凍ビーム、ムーンホース。まあ、ムーンホースでいっか。そう、オッケー！ 2 連守る送信していったらどうだか。まあ、これはトリックルーム押すしかないから2連守るトリル。おらーバシッケー、さあ、ざまみやがれ。まあ、相手がなんか、まあなんか、まあまあまあ、ノーマル以外のテラスタルだったら、いやでもそんな来てるのないか。鋼テラスタル。オッケー、凍って凍っていくオッケー、凍っていく。さあ、凍って動けない。三日月の祈りもね、味方の状態以上回復するとはいえね、クレセリア自身が凍ったらもうね、それはもう終わりですからね。さあ、安らかに眠れ。特防が下がった状態でのシャドーボール。まあ、このゲーム結構ガチグマをどううまく使ったもん勝ち、どううまく使うかが鍵みたいなところあるんで、はい。まあ、三日月の祈りはこのようにかなり強い選択肢になっていくんじゃないかなというところでね、ぜひ参考にしてみてくださいということで、まあ、僕の相棒のクレセリアはね、まあ、弱体化されるどころか むしろ強化されて帰ってきましたというところで、タイプもテラスタルできてね、本当に嬉しいですということで、また次もね、動画見てくれれば嬉しいです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いしますということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。